私もかつてはバリバリの社畜でした。いや、社畜以下、まさに奴隷でした。年間休日は数日。毎月の給料はもらえるものの、いつ給料支払いが止まるかわからない毎日。いや、いつ給料支払いが止まるかわからないならまだましです。いつか給料が払えなくなるのは確実だと分かりながら働いていました。なぜなら、私は家業の手伝いをしていたからです。 経理をやり雑用して運転手もするボロボロの家業の後取り息子。業種は理念サプライ。年賞1億円、借入金3億円。当然赤字です。借入金の使い道は機械と理念の仕入れと運転資金。この数字と中身を聞けばビジネスをしたことがある人が見れば絶望的な数字だと一目でわかります。そして当然の結果として倒産しました。 その後東京に出てフリーターを経てから社畜となりました月の休日は数日勤務時間は朝8時から夜10時までスズメの涙の営業手当がつくので残業代はゼロそれでもらえる毎月の給料は風呂なしのアパートにしか住めない金額これじゃあやってられないと転職しました今度は月の休日は数日勤務時間は朝9時から夜9時まで 一日300本以上の電話をする電話営業。一日300本のうち60本程度は怒鳴られたり、バリ雑言を浴びせられます。それでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりました。そして数年が経ち、年収1000万を超えることができました。23歳で年収1200万円。まあ、これで不満があれば贅沢な気もします。しかし、 満員電車が嫌だった1,000万の価値しかないマンションを3,000万で売るのが後ろめたかった15年以上働いてるのに独立起業しようと思った時に何をしてどう稼ぐのかわからなかったそんな状態で稼ぎは増えたものの薬は鎖はついたままの社畜でした輸出,ビジネ輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました自由になるためには 自力でで稼ぐスキルが必要です私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。